興奮して、めちゃくちゃいいじゃん。めっちゃいいですね、雰囲気。セイナさん越しの、セイナさん越しの、こちらの高山着きました。ご案内。おでこ日焼けしたな昨日。昨日やばかったですよね。半袖になった瞬間やばかったです。対策しないタイプだよね。しないですね、なんかこれといって、日焼け止め塗るは塗るんですけど、塗り直さないんで真っ黒です。すごいわ、いろいろ諦めました。30超えたらやばいから。本当ですか、本当に、超えてないけどね。超えてないですよね。1個しか変わんないです。超えてないけどね、超えてないけど、まあ噂は聞いてます。やばいらしいっていう。噂は聞く、やばいらしい。モンスター買った？買いました。あ、買いました。それ大事でしょ？これ大事です、でも今日赤飯売ってなかったんですよ。モンスターと赤飯がセットなんですけど、売ってなかったんで、鶏ごもくにしました。そこはいいんだね。そこは、はい。おにぎり。なかったらいいんだね。はい、なかったら大丈夫ですね。まあ、お好きなもの。あるまで探しましょうではないです。全然探さないですね。もともとギャルですか？ギャルかも。こういうふうに言ったら。よし。引き出せなっぽくなった。完成しました。よし、じゃあ出発するか。お願いします。帽子もなくすし、スマホもなくすし。畑さんびちょびちょになる。そうだよ、本当にそう。何それ、まま逃しとんでますね。本当に、道は間違えるし、道は間違えるし。それは一気、それは私でした。これはどっち、右、右です。右、あ、入っちゃいけないので、多分超えて右ですね。そうだよね、さすがに入ったら死ぬよね。死にます。入れ替わりぐらい。入れ替わりなんですね。私が入った頃にはもう独立してたかも。同じぐらいに。そうなんですね。だからなんか知ってることは知ってるし、向こうも知ってくれてたりすると思うけど、あの、バスプロの方々。方々。方々。知らない人いないんじゃないですか、業界で。でもなんかこう接点は少ないっていうか、話す機会があんまりないから。一緒に仕事しないですもんね。そう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 、メーカー同士ね、あれだし、だからメーカーの枠にとらわれない方が多分広がる、幅が。いや、バックウォーターでやってるでしょ。お父さんバックウォーター好きです。まあ大体さ、ダムとか川とかってさ、やっぱバックウォーター大事だから、強いですね、バックウォーター。やる気のある場所はいるから。あとは見えたりもするんじゃね、サイト楽しいです、こういうのを映すんじゃないの。いい、あ、そういうこと。はい、全然映ってない。奈良県なんだ。県境なんですね。じゃあ、そういうことね。ご案内、ご案内が書いてある。
通り多いですね、ここ。チョベリグついてた。チョベリグ？チョベリグついてたの忘れてました。つけた、チョベリグ。つけました、つけました。もうリブが埋まるぐらいつけました。私臨月に釣り行きそうな気がして怖いです。行ってたよ。でも私行ってました。来多分10ヶ月手前ぐらいまで野池行ってた。すごい。私もそうなったら普通に行きそう。ボートとか乗りそう。全然ボートはね、やめた方がいいと思う。やめた方がいいと思う、うん、あ、戻れないから。そうそう、じゃあそれもあるし、振動があんま良くないから。ああ、こけちゃいけないでしょ、だって、はい、ドンとか、うん、だから、あ、そっか、エレキの、そう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 、あのエンジンとかもさ、バンバンなるじゃん、うん、あの荒れてたらね。だからあんまりあれが良くないから、妊娠分かってからはボートやめた。うーん、かっぱりで。そう、もうわかんないですけどね。まあね。まあまあそれはね。わかんないですけど。まあいつかね。なったらば。なったらば行くんだろうなっていう。まあね、やっぱ気分転換にもなるし。なると思う。産後って本当に大変だから。気持ちの面。うん。自由に動けなくなっちゃうし、ね。一人目だと余計に制限がもう全然違うから。どれぐらい付き合って結婚したんですか？1年半くらいかな。あ、意外と短いんですね。でも割と最初の頃にもう結婚する体で。あ、そうなんですね。束縛もないし、楽だった。それが一番。本当にそれが一番。楽っていうかね、まあそのいろいろと分かってそうやってしてくれるから楽だったし、まあ。何や言われてもしょうがないですもんね。そう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 。とか女の人がとか決められてもさ、うん、今の時代、うん、困っちゃうしね。確かに。着きました。お昼ご飯です。ありがとうございました。お吸い物、そしてうなたま、うなたま、うなたまとはたさん、うなたまとはたさん。はい、ということで引田せいなさんとの車中トークいかがだったでしょうか。せいなさんや、はたさん、そして UFO さん、チームザップですねと、あの釣りをした動画は、はたさんの俺たちチャンネル、そしてザップチャンネル、そして私の方では公開していない車中トークの方も、せいなさんの方のチャンネルで上がってると思いますので、チェックしていただければ嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。概要欄にリンク貼ってますので、ぜひそちらから飛んでください。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、じゃあなー。